ミラってさ、ニアキリアが気になったりしないの？イバルが守っている。村の安全は心配していない。安全じゃなくて村に帰りたくなったりしないのかなって。そうだな、ニアケリアの正常な空気を懐かしく思うことはあるよ。無理しないで、帰りたくなったら言ってね。ミラ、顔色悪いよ。2、3日休んだ方がいいんじゃない？いや、そうはいかない。あ、持病の尺が出てしまいました。大変だ。私も持病のしゃっくり病が出ちゃったよ。こりゃやばいな。ゆっくり休まないと。お願い。お願いします。シャック。仕方ないな。では明日の出発は少し遅らせることにしよう。やっぱりジンテクスが痛いの？いや、以前ほどではない。以前ほどって、気絶するほどの痛みが我慢できるくらいになっただけでしょ。ジンテクスを外した私は歩くことはおろか立つことすらできない。なすべきことがある私にとってこれ以上の苦痛はない。だがジンテクスがあれば再び戦える。痛みなど何でもない代償だよ。ミラの様子どうだった？やっぱりかなり無理してるみたい。ミラさんが平静なので忘れてしまいがちですが、本当なら二度と動けないほどの傷を押して旅をしているのですよね。とはいえ止めて聞くようなやつじゃないしな。少しでも痛みを和らげる方法があればいいんだけど。ハートハーブがあれば。ハートハーブ、優れた鎮痛効果を持つハーブですね。うん、薬学の授業で習ったんだけど、アロマテラピーに利用すると体だけでなく心の緊張も解きほぐすんだって。けど絶滅寸前のレアものだったはずだぜ。俺も前に女性にプレゼントしようとしたけど手に入れられなかった。手に入れるのは難しいと思う。でもミラのために探してみようよ。よく歩くノアを取り逃がしてしまいましたね。済んだことは仕方ない。それだけ奴らも必死なのだろう。アルビンさんですが、よろしいのですか？追い出してもついてくるだろうし、倒すならこちらも命を懸けねばなるまい。だったら目の届くところに置いておくのが安全だろう。それに良くも悪くもあの男は状況を変えてくれる。これは大した力だよ。さすがは精霊の王、御意のままに。ジュードさんが以前シャンドゥでお話ししていた美しいご婦人ですが。カーラさんがどうしたの？私に紹介してくれませんでしたね。あ、紹介しよっか。おや、この私に紹介したい方がいる。ジュードさんの紹介では無下にできませんね。
この前はご挨拶できなかったわ。カーラ・アウトウェイです。よろしく。ミラだ。ローエンと申します。カーラさん、歴史学者で教師なんだって。おお、それは立派な仕事だ。そんな、あなたたちなんて大会で優勝したんでしょ。その上エリーゼなんて歴代最年少の優勝メンバーなのよ。そうだったんですか。前に話したヘミン老師覚えている？老師が初優�勝したのは14歳。エリーゼが記録を出すまで公式記録では破られていないわ。非公式なれど最年少記録があると。鋭いのね。ええ、非公式だけど最年少記録はエリーゼと同じ12歳。決勝までリリアルオーブを持たず、たった一人で戦い抜いた少年がいたの。精霊ではなく人間なのか。当たり前でしょ。名はアーストアウトウェイ。アーストアウトウェイ。それってカーラさんの兄よ。もう20年も前のことだけど。しかし非公式となっているというのは。私たちの父はアウトウェイの部族長だったわ。けど小部族ゆえね、大部族の風下に立たされて理不尽な抑圧を受けていた。そういう時代だったのよ。それで勝ちを取り消されるなんて。決勝で戦った相手が悪かったの。王に近い部族の子息だったのよ。20年前のアジュールといえば、アジュールの黎明以前、現在のアジュール王が即位する前の王といくつかの大部族が支配する時代でした。多くの人が犠牲になったけど、今の王がそれを随分良くしたのよ。あ、そうだった、用事があるんだったわ。また会いましょう。僕なら納得いかないだろうな。カーラさんのお兄さんどう思ったんだろう。私なら陰で対戦相手をもう一回ボッコボコにしてやりますね。これでも昔は武闘派でしたから、軍隊格闘の成績は2位を常にキープしてましたよ。ローエン、結構汚いんだね。なら君ならどうする。どうするって見当もつかないよ。この人は？ん？俺のお袋、ちょっと具合が悪くてな。父親も兄弟もいないから、俺がいない間イスラに見てもらってるんだ。あら、あなたは。どうも。バランじゃない、また家を抜け出して遊びに来たのね。せっかくバランが来てくれたのに、アルフレドったらどこへ行ったのかしら。この人何言っているの？レティシャさん、アルフレドは幼年学校の寄宿舎じゃないですか。ああ、そうだったわね。あの子きっと泣いてるわ。気が弱くて寂しがり屋だから。大丈夫、元気だって手紙が届いてます。ええ、休暇には帰ってくるんですって。大きな船で旅をする約束をしたのよ。アルフレドも楽しみにしてましたよ。あの子手紙でね、私が泣いていないか心配してるのよ。おかしいでしょ。でも
ても優しい子なの。若い頃に故郷を離れて苦労したんだ。親父も死んじまってさ、親父と暮らした家に帰りたいってそればっかり言ってた。こんなになっちまったけど、故郷を思い出さない分幸せなのかもな。アルビン、お前は今まで母親のために。そう、ママのために汚れ仕事をこなしてきたんだ。美しい話だろ。そんな言い方。同情はいいって。実際綺麗事じゃないんだ。たまんないよ、ほんと。あの、ある。あれや、俺をご指名。ある、あなたは知ってるわよね。私も孤児だったって。子供が一人で生きていくにはあんな商売をするしかなかったのよ。ユルゲンスには黙ってろって。それにレチシェさんを見るのも終わりにしたい。アルクノアにももう私に関わらないように言ってほしいの。それは無理な相談だな。お袋を安定させる薬はアルクノアの連中しか作れない。それを処方できる闇医者もお前だけだ。もう裏稼業は嫌なのよ。悪いけど口止め料としちゃ妥当だろ。ひどいわ。私はあの人と幸せになりたいだけなのに。なれるさ。昔のこと知られなきゃな。ただいま。あの人泣いてます。ああ、泣き虫なんだ。いいの？気になるなら慰めてやれよ。悲劇のヒロインさんはさ。ただいま、母さん。あら、いけない。居眠りしちゃったわ。ピーチパイを焼かないと。もうすぐアルフレドが寄宿舎から帰ってくるんだから。ピーチパイはあの子の大好物でね、いつもお腹を壊すほど食べちゃうの。そうなんですか。アルフレドは神経質だからすぐにお腹が痛くなるのよ。あれで立派な大人になれるのかしら。心配で私もお腹が痛くなっちゃうわ。レチシャさんに似たんですね。そうそう、手紙でね、猫を飼い始めたって教えてくれたの。2匹の猫で名前はジュードとミラって言うんですって。きっと寂しいのね。でも猫の世話なんてできるのかしら。意外にちゃんとやってるみたいですよ。
そう、アルフレドと会えないのは辛いけれど仕方ないわよね。あの子が決めたことだもの。元気でいてくれたらそれでいいのよ。本当よ。ええ、分かっていますよ。